それでいきましょう。新太対木太郎。そうですね、まあ剣勇の組み合わせ、はい、今日はちょっと多分唯一の白黒がちょっと早々に敗退してしまったということで、まあ最近はね、いわゆる三強って言われることがちょっと減ったじゃないですか。まあ4着が上で剣が1個下って言われることが多い中で、やっぱりなんだかんだね、こういう風に残る人が多いんだなっていうのはちょっと思いますね。純粋なキャラパワーはそれ以外のキャラと比べてね、一つ壁は感じますね。そうね、春雲剣。ただやっぱりゲーム、馬王が使うとこのキャラも大概強いっすね、強いっすねっていうね。まあ扱うのはかなり難しいんですが、ポテンシャルはかなり高いキャラです、剣。はい、スタンダードって枠ですね、はい、何でもできるけど、使いこなすには技量がいると。そういうことですね。反応が早い、回している。飛ぶよねと昇竜拳。あ、地獄、地獄、地獄抜けた。さあ切り返せるか。あー、相打ちは、あれ EX だったら繋がるかな。どうですかね、リバーサルでしたから遅くはないんですが。そうですね、最速大勝利でしたが、はい、あ、これは埋まってないが、これは身体的には使わせたに近いですね。まあまあいいと思います。回収ゼロです。さあユンゼロですからね、剣が攻めっけ出せる状況、はい、中足踏み込み、うまい、前して投げ、移動投げ、 N 投げ、地獄投げ式を出させる。さあ我慢、ユンガはスーパー我慢した。近く、危ない危ない危ない、早かったが、あー大爆、すげーサードっぽいよこれは。インターフェースでしたが、鉄弾で割り込み鉄砲で次につなげるか。っとっと、なかなか拾えない。中盤中盤、さあ迫り寄る剣。あ、確定これは確定、確定、はい、優勝は最後までしっかりしておりました。優勝はシンタです、はい、はい。